ジムナスティックスニュースレディオショーです。お届けするのは太郎健と千春と1ヶ月ぶりぐらいですか BJ です。よろしくお願いします、はい、久しぶりです。超お久しぶりです。そうですね、ですね、うん、お休みの間、まあ、体がポンコツになったっていうのもあるんですけど、はい、まあ、仕事も忙しくみたいなことでなかなか参加できませんでしたが、はい、離れてる間にあっという間に体操のことを忘れてしまいましてまた一から勉強し直しだということで、はい、また改めて体操の知識詰め込もうと思ってますよ。はいはいで、まあ、ちょうど今シーズン始まって、うん、まあ、ワールドカップは終わりましたけど、うん、まあまあ、まあ、内村選手のもう堂々たるだね、もうほぼ圧勝と言っていいぐらいの結果に終わってますね。うん、うん、で、まあ今度もう1週間ちょっと後ですか、うんうん、国内の大会が本格的に動き出しまして、うん、5月の、9日金曜日から11日までの3日間、うん、全日本、体操個人総合が、うん、行われます。うわー、これ行きたい方な。うん、これはね、うん、かなりの人数の選手が出てますし、うんうん、まあ、なんだろう、まあ、これと NHK 杯を制したものが日本一みたいなのが、うん、多分日本国内の選手のイメージだと思うので、まあそうだね、まあかなりの熱戦にはなると思うんですけどね。個人総合だね。そうですね、うん、はい。で、通常は土日の2日間だけなんですけど、うん、今年は、変則的に金曜日も含めた3日間になってまして、金土日の3日間なんだ。そうなんですよ。ほうほうほう。で、まあ、人数が多いっていうのもあるんですけれど、うん、まあ、通常だと、大体1日目に予選を男子女子両方やって、うん、で、2日目を決勝っていう形でやってたんですけども、うん、はい、今回は金曜日にまず男子の予選を、やりまして、うん、それから、土曜日に女子の予選と、うん、あとは並行して男子種目別トライアルというのが行われるんですね。なんだそりゃ。で、これ何かっていうと、うん、まあ、もともとその、なんだ、個人総合の予選が、うん、秋に行われる。うん、秋じゃないや。7月か、7月に行われる、うん、全日本種目別選手権の予選を、まあ、兼ねてるというのが、うん、今までのやり方だったんですけど、うんうん、そうすると、個人総合の予選に出られない選手は、例えば、飛び抜けてこの種目だけ強いよって選手がいても、種目別に出られないっていう、なるほど、なるほど、ことがあるわけですよね。で、去年まではそれを、なんでしょう、DVD 選考って言って、自分で演技をビデオに撮って、公開に DVD で送って、ほう、で、それで、こんな構成ですって言って、それで認められると種目別にエントリーできるみたいなことやってたんですよ、実は。ほう、そういうことがあったんだ、ほう。でもまあ今年からそのやり方を変えて、うん、もう実際に個人総合とは別に、その種目別代表の予選だけの参加っていう枠を作ろうと、うん、いうのがこの男子種目別トライアルってやつで、うん、初日の個人予選に、個人総合の予選に出ない選手で、うん、種目別に出たいという、うん、選手の希望者を募って、うん、で、まあ、条件としては去年の、まあ、全日本レベルとかの大会で、うん、に参加しているっていうのが条件なんですけども、うん、なんで、まあ、ある程度のそこで、最低ラインっていうのが決まるんですけども、うんうん、まあ、その中で希望者を募って、女子が行われるですね、女子の予選が行われる土曜日に、うん、まあ、並行して、うん、その種目別の、なんだ、出場権をかけて、うん、トライアルが行われるという、形になります。なんならもう DVD はなくなるのね。そうですね、うん、DVD を出して選考っていうのはなくなりました。まあまあ、でもその方が一応いいか。まあね、透明性高いですしね、うん、
まあ、本当に、バレない、バレないように、こう、合成はできるかもしれないですね。まあ、今の技術でしたらね、実写なのか、CG なのか分からないみたいな。分からないみたいな。なりかねないからね。ねえ。うん。でも、可能性は広がりますよね。そうだね。うん、本当に。そうなんですよね。もう一押しっていう選手もチャンスになるし、うん、すごくいいと思いますね。そうだね。うん、まあ、DVD とかだとやり直しも効くしね。まあ、ね、それありますよね。だよね。だから、それでその本番に向けての強さみたいなものはなかなか測りにくいだろうしね。うん。やっぱ試合で、結果を出すっていうのが、まあ、一番こう、スッキリする方法ですよね。そうだね、そうだね。そうですね。うん。まあそれも入ってきたおかげでですね、うん、まあどうも日程的に3日になったようなんですけど、うん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 、でまあそこでなんだ結構な人数がトライアルに出てまして、うん、何人なんだこれは、うーんとウォッゼッケンで、うん、なんだなんだ、90人ぐらいいる延べ、おお、まあ複数の種目にエントリーしてる選手もいるんで、あ、もっといるかな、うん、あ、背番号で180いくつとかあるな、うん、なんだ、確か各種目72人とかそんな制限があったんじゃなかったかな、うん、うん、まあなんですけども、まあ相当な数で、まあその中にはなんでしょう、まあ個人総合には出てこないけど、まあ例えば去年の全日本団体とかで、活躍してる選手とかですね、うん、あとはなんだろう、去年の、全日本種目別のあん馬で優勝した、日本体育大学の長谷川智正選手とかも、うん、はいはい、このトライアルにエントリーしてきてますね。うーん、うん、なので、結構これスペシャリストでみんな出てくるので、うん、かなりいろんなことをやってくれると思うので、うん、もう見てる、出てくる技を見てるだけでも結構面白いと思いますし、うんうん、実はこのトライアルが一番面白いんじゃないかと僕は思ってるんですけどね。うん、ああ、そうか。ええー。なんで、個人総合も狙ってる選手は、その、金曜日に行われる男子の個人総合予選の方の、で出た点が、なんだ、種目別の予選に出れるかどうかを決める点になると。うんうん、なんで、ああ、なるほど、うん。金曜日に行われた、各種目の点と、あとは、土曜日に行われるこのトライアルの選手と、まあ、全部一緒くたに混ぜて、そこから順番にこう種目別の代表選手を決めていくとうーんいう格好になってますね。うんうん、なので、まあ、逆に個人総合と両方やる選手は結構プレッシャーかもしれないですよね。そうだね、うん、個人総合の決勝に残るためになんだ6種目安定して点を出さなきゃいけないけど、でも種目別に出たいから、うんうんうん、種目別で、何、安全牌の構成を取れないというですね。そうか。いうことにもなってくるので、うん、この種目別争いは結構熾烈だと思いますよ。あ、そうなんだ、ね、そう考えると今年かなり見応えあるんだ。うん、そうですね。なんで今回はまあ、まあもちろん、個人総合の結果がどうなるかっていうのもあるんですけど、うん、種目別の座を、争うっていうこの予選の部分の最初の2日間が結構男子の方は濃い2日間になるそうな感じですね。そうかそうか、なるほど、はい、予選だから何人が通過できるんですか、うん、何人なんだこれは、うーん、そして、うん、何人でしたっけ予選、何人なんだっけ、人数まではちょっととすぐに出てこないですけれど、うん、やっぱり例年と変わるんですかね、枠が増えたりとかっていうのはないんですか、ね、ああ、多分人数的にはそんなに変わんないと思うけどね、うん、うん、だろうね、まあまあそもそも演技できる数も限られてるしね、そうなんですよね、うんうんうん、あった、各種目上位24名ですね、あ、じゃあ一緒か、変わらないですね、そうですね、うん、シード選手含む24名ですんで、うんうん、それぞれの種目で24位以内に入らないと種目別には出れないよと、うん、いうことです。そうか、じゃあもう予選から結構攻めていかないと、そうですね、ダメなんだ、うん、そうですね、うん、じゃあ予選見逃せねえじゃん、そうなんですよ、だから今回はなんだ、
5月9日金曜日平日に1日目があるんですけど、うんうんうん、しかもなんだ、午後からか13時10分からになってるので、うん、まあ、なかなか来れる人が限られてくるかもしれないんですけども、うんうん、まあ、ぜひぜひですね、あの来られる方は会場に見に来ていただければ、うん、かなり白熱した演技が見られると思いますね。なるほど、はい、実は一つここが見どころになると。そうなんですよね、うん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 、まあこれ、場所は、いつも、やっている代々木第一体育館で、はい、でチケットの方ももう売り出されてまして、うん、まあ、チケットピアか、あとは体操の、専門サイトのチケジムで、うん、発売されてます、うん、自由席は前売り2000円、当日2500円、うん、指定席は前売り当日とも4000円と、うん、指定席があるのは最終日の決勝の日のみで、うん、9日10日は、自由席のみですね、うん、はい、ということで、はい、いいね、羨ましいですな、行きたいのにね。なんで5月にやるかな5月は俺は無理だって。俺はそうですね、さすがにね、この時期には行けないんだな、うん、そうですね、僕も結構あの中継と合わせて5月は大変なスケジュールになってますからね。だから考えるとちょっとやべえなってなるもんね、これ。そうなんですよね、うん、1ヶ月のうち半分家にいるのかみたいな感じになるよね。なりますよね、うんうん、まあでも、まあ、でもせっかくなんで東京ですんで、ね、まあ僕は3日間と見てくるつもりでいますので、うん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 、でまあ前日の8日から東京入りするんですけど、うん、まあこの日なんだろう、試合自体が3日になった関係で、うん、公式練習ってのがだいたい大会の前にあるんですけど、うん、通常は公式練習は1日間を置いたさらに前日だから、例えば土日に大会をやるとすると、うん、木曜日に公式練習があるんですね、うんうんうん、でその時にあの大会前の記者会見っていうのもあるんですけど、はいはい、今までさすがにその土日の試合が見れても間を1日置いてその前から行くのは厳しかったので、うん、公式練習とか試合前の記者会見とか行ったことなかったんですけど、うん、はい、今回はどうせもう8日の前日の8日から東京入りするんで、うん、もうそれもあの一緒に取材してこようと思ってます。あ、なるほど、はい、そうか、ですんで、もう延べ4日間、うん、見てきますので、東京で、はい、うん、まあ、もしまたなんか速報かなんか上げれれば、うん、上げていきたいと思いますし、番組の中でも、またお話ししていきたいと思いますんで、ね、まあ、いよいよ迫っておりますな、そうですね、はい、うん、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、で、あとですね、うん、まあ、先日、まあ、日本では、ワールドカップが行われたんですけど、うんうん、まあ、それと並行して海外でいくつか、日本人選手が参加する大会が、うん、行われてまして、うん、それをざっと、結果をですねお知らせしていきたいと思うんですが、うん、まず3月の26日から28日に、うん、カタールのドーハで行われたカタール国際、はいはいはい、これがありまして、出場選手が、白井健三選手と、うん、あとは特集会の斉藤祐介選手、うん、それから特集会の山本正義選手、うん、日体大の瀬島隆三選手、うん、同じく日体大の鎌本優也選手、うん、という男子での選手が、参加してるんですけども、うんうん、ですね、跳馬で斉藤選手が2位、うん、白井健三選手が3位、うん、あと白井健三選手が床で優勝と、おお、うん、いうですね、結果になってますね、うんうん、で白井健三選手は相変わらずのぶっちぎりで、あ、そうか、もう2位が 15.15 ぐらいのところを16点とかっていう点ですごいね、やっぱね、もう構成ももうフルの構成で 7.4 の構成でやってるようなので、うんうんうん、まあ多少の着地のこう、まあ一歩とか羽とか割ったみたいなんですけども、うんうん、もうほぼ、他を寄せ付けないという、そうか、結果に終わったようですね。そうだね、だからまああれか、全日本に向けての前哨戦的な意味に、うん、としてはまあ、うん、十分という感じだね。そうですね、うん、もう今年ももう、種目別床の優勝候補間違いない。そうだね、まあだから今からのだから白井選手の目標としてはやっぱり総合をどうなのかええいうところはあるんだろうけどね。
そうですね、うん、あの本人も総合でもうちょっとこう上位に行けるようにやっていきたいというふうに、うん、かねてから言ってますんで。だよね。でもまあそれはどっちかというと大学に入ってからかっていう感じもあるんじゃないの、その体が今からできていくだろうし、うん、うん、まあでもそうですね、結構あのなんでしょう、うん、まあとりあえずそのやっぱ力技とかが必要な あの釣り輪とかは、うん、まだまだちょっと厳しいようなんですけど、うん、まあ鉄棒と平行棒みたいな振動系のやつは割とこう何度も上げてきてて、ああそうなんだ、ええー、うん、ちょっと前に行ったの高校選抜なんかでも、うん、あの練習見てたんですけど、やっぱり高校生の中ではやっぱりちょっと頭一つ抜きに出てるなっていう。ああそうなんだ。じゃあやっぱ本人の意識もかなりあるんだね、そこに。もうそうですね、総合で上位に入れるように、うん、やっていきたいっていうのを言ってますんで、まあね、本人はかなり強い気持ちで、うん、多分6種目通してって思ってると思いますよ、うん、そうか、はい、まあそのあれが心構えがもうよしだね。そうですね、うん、なんでまあ今回の、種目、なんだ全日本個人総合でも白井健三がどこまで食い込んでくるのかっていうのも一つの見どころではありますよね。そうだね。でもこの白井くんの台頭に比べて、うん、やっぱりこの大学生の2人はいがやっぱりもっとこう内村に肉薄していかないと、うん、いけない感じはするよね。そうですね、瀬島選手も加本選手も、うんうんうん、もうちょっとこう追い上げてほしいようなところは気がするよね。ありますよね。だからそういう意味ではやっぱもっと上を目指してこうやっていかないとっていうところはあるかな、うん、そうですね、うんうん、まあなんでしょう、まあやっぱりこう日本の、体操のおかげであるこう美しさというか、うん、Eスコアが高い演技をやってくれてはいるので、うん、まああとはそのDスコアだったりとか、うん、あとはミスをなるべく減らしていって、まあ、うん、トータルで安定して点を出せるようになっていってほしいなっていう、そうだね、そういう意味では、まあ、今年1年通して、まあ、この瀬島選手とか、うん、加本選手とかですね、うん、まあ、こういった、うん、選手がどれぐらいこう、入閣してくるかっていうのが今年の、ね、今シーズンの見どころですよね。うん、そうだね。あ、それとあと加藤選手とかもそうだし、うん、そうですね、亀山選手もやっぱりここでしっかり上にいないと、うん、いけないってことだよね、そのオリンピック考えると。そうですね、うん、加藤陵平選手、それから野々村翔吾選手もそうですし、うん、そうだね、うん、まあその辺をね、どこまでこうなんでしょう、うん、まあ、内村に挑めるのかっていうですね。そうだね、いうところはありますよね。でもそうやって考えるとやっぱ下からの世代だけど、やっぱり白井選手が突き上げてる感があるね、うん、そうですね、うん、まあ跳馬の方でも、何でしょう、今回3位だったんですけどね、カタール国際で、うんうん、まあなんだろう、まあ日本の中では結構ねトップクラスに入ってこれると思うんですけど、うん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 、まあもうちょっとなんだろう、1本目のその白井キムヒフンはまあいいとして、もう1本今なんだ、ドリックスを飛んでるから 5.6 の跳躍しかないのか、もう1本が、うんうんうん、その辺を 6.0 に上げてほしいなっていう、うん、そうするとまあ国内でももう十分、種目別優勝狙えるんだ、来ますし、うんうん、世界に出ていっても戦えるような、うんうん、位置に行くと思うんですけどね。全日本やってくんじゃないの、やってくんじゃないの、その辺、うん、どうなんでしょうね、今のところは、なんだこういった国際大会でもまだ、2本目はドリックスで飛んでるようなんですけど、うんうん、まあなんかしらね、技を持ってるかもしれないです ね, ね、まあ、だからまあ難しいのがまだね、やっぱりその高校生というね、うん、体の成長が、まあ、白井選手の体つき見ても、うん、まあ、まだだろうなっていう感じあるからね、まあそうですね、そこが才能が早熟すぎてみたいなことになっちゃうと、またね、うん、怪我とかそういうことにもあるからね、うん、その辺が難しいけどね、まあその辺はありますよね、うんうんうん、だからまあどうなるか、まあでもそうだね、見どころがいっぱいあるね、そうやって考えると、うん、今年もだからそういう見どころ満載ですね、うん、どうなの、うん、千原ちゃん、亀山選手情報は入ってない、うん、ああ特に入ってないですけど、うん、でも別になんか逆に何もないので大丈夫なのかなって思ってます、うん、ああ本当、うん、はい、そうか、むしろ何もないから、はい、まあ平常心でという、
そうですね、うん、今年は特にあの亀山選手も全種目で行きたいというか、うんうん、あ去年がもうずっとあん馬のみだったので、うん、その分今年は他の種目をきっちりやっていきたいってことを言ってるので、うん、それこそこういう個人総合にかける思いは結構あると思うので、うん、気合は入ってるんじゃないかなって思います。そうだね、うん、それとあとあれだよね、植松選手もだしね。そうですね、うん、でも、うん、そうですね、植松さんもなんか調子いいというか、うん、そういうちょっと怪我とかが去年の終わり頃にもあったんですけど、うんうん、この間の国際大会でも活躍してましたし、うんうん、そういう意味では最初のそういう国際大会でメンバーも亀山選手も一緒でしたし、うんうん、山本選手とも一緒でしたし、うんうん、多分すごいリラックスして臨めていたと思うので、うん、リスタート切れてるんじゃないかなって思います。そうだね、そうだね、山本選手も注目だよね。そうですね、もう当然次は狙ってくるでしょうし、うん、そうだね、まあその怪我から本当の意味で回復して総合力をどう見せてくれるかだよね、うん、そうですね、うん、まあ本来は何でしょう、2年3年前オリンピックの前の、世界選手権では個人総合3位に輝いてますからね、うんうんうん、もうスペシャリストとしても十分すぎる力を持ってますから、うん、うん、何でしょう、もう追和以外のところでも、うん、もう、全然活躍してもらいたい、活躍してるとこ見ていきたいですよね。そうね、うん、うん、あとなんださっきの神山選手の話なんですけど、うん、ちょっと前、だいぶ前にフェイスブックに上がってたのが、うん、構成をちょっと何度上げた構成っていうのが、うん、動画で出てて、うん、まあ前、お届けしたかな、うん、はい、うん、そうですね、なんだ、うん、去年は最大 6.9 の構成だったんですけど、うん、そこにブズナリっていう G 難度の技を入れた構成を、うん、やって、7.2 まで最大で、うん、デスコを上げてきてるんで、うん、まあ今回ね、どこまでやってくるかわからないですけども、うん、ひょっとしたら新しい構成が見れるかもしれないですよね。じゃあもうアンバーで圧倒してやろうってとこか。そうですね、おお、うん、それもやっぱ世界チャンピオンのプライドとして見たいね。そうなんですよね、うん、なんでまあその辺も含めてで、またさらにその上で総合も亀山選手狙ってくると思うんで、うん、まあもうね、そういう意味では6種目と も見逃せないかなっていう。そうだね、どうなんだろうな、ね、今頃すげえ緊張してんのかな、まだかなまだじゃないです、まだかな、どうでしょうね、俺ならもう寝られないと思うなもうこんなに俺が選手ならもう意思はありますよ、うん、もうテンパってる感じするね、うん、いやでもそれこそどっちかに割り切ってる選手の方が楽ですよね、そのもう本当に個人総合だけで頑張るとか、うん、種目別しか俺はないからこっちにかけるんだっていう選手の方が気持ち的には楽ですよね。まあそうだね、うん、だからでこそ白井健三選手だったり、うん、亀山選手っていうのは、うん、どっちも狙える位置にいるというか、うん、そういう選手の方が難しい、挑戦の仕方も難しくなってくるんじゃないかなって思います。そうだね、だからやっぱなんだろうな、その選手の目線の高さだよね、うん、だから亀山選手なんかはだからそのもうあん馬で日本一になろうって思えば、うん、ある意味その気楽に臨めるんだろうけど、うん、彼の場合にはやっぱりオリンピックに出るんだって思いがあるから、うん、ねえ、やっぱそこに合わせた何かっていうのがないといけないっていう部分で、うん、やっぱいろんなものを強いられる、白石選手も多分そうだと思う、ね、うん、そうですね、うん、床だったらもう間違いなく今やもう内村航平も圧倒できるけど、うん、でもやっぱりその白井君があの、ね、ネットの、インタビューで言ってたように、うん、次のオリンピックは僕に任せてくださいって言うからにはみたいな、うん、全部で超えなければみたいな目線の高さだよね、やっぱ、うん、それによって何をやるのかっていうことがやっぱガラッと、もう亀山選手なんかは特に、ね、オリンピックでもやっぱりあん馬でって思ってるんだけど、うん、やっぱり総合で残っていかないとっていうものがあるからね、うん、そうですね、厳しいところですよ ね、やっぱそうやって考えるとすごい世界だなって思うよね、うん、うん、
一種目特化してないとダメなのに、うん、総合でも人より上にいないといけないっていう、いけないっていう、そうでなければ日本代表になれないっていう、この、うん、半端ないハードルの高さだよね、うん、すごいですよね、うん、もう亡命なんかすりゃ一撃だろうけどもそういうわけにはいかないわけですよそうですね、そうですよ、だから日本で勝ち残っていく、うん、イコールだからまあ亀山選手ぐらいの年齢になると、うん、いつまで体操を続けられるのかっていうのとイコールじゃない、うん、そういうことですよね、そこの戦いですよ、うん、その戦いが見れるってことですから、うん、やっぱり見とくべきですよ、そうですよ、いやそれこそね、若い選手ももちろん注目なんですけど、うん、ベテラン選手、うん、きっと本当に1年1年が勝負なので、いやそう思うよ、うん、ここで引退とかではないにしても、うん、やっぱりこの1年でまた来年続けるかどうかも含めてこの1年っていうのが、そうだね、本当にそれぞれの選手にはあるので、うん、本当、うん、見てもらいたい選手はたくさんいますよね、だからあれか、そういうとだからまあ上松選手もそうだけども、うん、小林健也選手とか、そうですね、そうですね、その辺もだから沖口選手とかね、そうだね、だからもうこの辺りの選手はまあこういう言い方も語弊があるのかもしれないけど、残りとしては残りの体操の演技を見れる回数は明らかに少ないはずだから、うんね、そういう意味ではもう一試合一試合見逃せないっていう、うん、どうだろうね、そうですね、1ヶ月のブラン本当に演技ってその個性が出るので、うん、そうだね、もう二度と同じ演技だったりをその人が引退したらその人と同じような演技って見れないので、うんうんうん、本当にもうしっかり見て記憶に留めてほしいですね、そうだね、うん、はい、うん、いや1ヶ月のブランクがありましたがやれてるぞ俺、はい次行きましょうか、大丈夫です、はい、はい、でまああとですね、まあそんな社会人選手とかですね、学生選手の戦いがあるわけなんですけど、うん、それと別にまたジュニアの方でもですね、うんうんうん、国際大会がありまして、うんうん、4月の10日から13日に、うん、ウズベキスタンのタシケントで、うん、アジアジュニア体操競技選手権大会っていうのがあったんですね、はいはいはい、うん、でこれに出てるのが、うん、まあこれシニアの部とジュニアの部っていうのがあるんですけど、うん、シニアがまあ大学生ぐらいってことかな、うん、日体大の池尻俊也選手、うん、それから早稲田大学の藤原翔平選手、うん、それから仙台大学の村上優斗選手かな、ううん、男子のジュニアでは、関西高校の湯野木健太郎選手、うん、それから健信スポーツクラブの谷川翔選手、うん、あと鶴見体操クラブの湯浅健也選手、うん、あと女子の方では女子シニアで村上舞選手、うん、あと国士舘大学の大滝千波選手、うん、であと女子ジュニアで、トライ体操クラブの川崎まりな選手、うん、トラシスポーツセンターの小池あゆ選手、うん、あと奈良和体操クラブの湯本ゆりか選手が、うん、このウズベキスタンのですね、大会の方に、うん、あごめんなさい、うん、違ったか、ちょっと待ってね、うん、どうだ、あごめんなさい、ですね、はい、うん、ちょっと違うところを読んでしまいました、はいそうだ、ジュニアじゃなくて、うん、先に言わなきゃいけないのが、アメリカの方で行われる、2014年環太平洋体操選手権大会ってありまして、あなるほど、このこれね、はいはいはい、すみません、うん、まあこれパシフィックリムっていう言い方をするんですけど、うん、うん、なんか聞いたことあるな、あパシフィックリムか、うん、映画であったね、はい、あーそうなんだ、うん、割とアメリカ北米の方では割と有名な体操競技大会で、うんうん、結構多分アメリカ国内ではテレビ中継とかもバンバンやってるんじゃないかと思うんですけど、はいはい、うん、それに、出たのがさっきのメンバーあーなるほどですね、はい、はい、で今回は、カナダのリッチモンドで、うん、行われてまして、うん、これが、4月の10日から12日に行われました、うん、でジュニアの種目別で、谷川選手が、床で優勝、うん、谷川選手が床と平行棒、鉄棒で優勝、うん、で湯浅選手も鉄棒で同率で優勝、うん、あとは男子団体はシニア
が2位、うん、男子団体2位と、あとはシニアで、なんだこれは個人総合で池尻選手が2位、うん、村上選手も2位か、うん、それから男子個人総合のジュニアで谷川翔選手が優勝ですね、うん、あと女子の方では団体は4位で、女子はまあそうですね、上位に、あったのはまあそうですね、個人ではいないかな、うん、団体4位ということで、あとはまあ大体7位8位とかそういった結果になってるんですけども、なるほど、はい、まあこの辺なんでしょう、まあなんだろう、もうあと 1,2 年ぐらいで頭角を現してくるかなというところなので、うんね、うんうんうん、ひょっとしたらリオぐらいのところでこの中で誰かが、だろうね、出てくる可能性があるんですよね、そうだね、なので、うん、まあ、特になんでしょう、男子のジュニア選手とかですね、うん、まあ、この辺は今からちょっと名前を頭に入れておいていただくと、うん、まあ、だんだんとこう日本の国内のテレビ中継なんかでも出てくるようになるかもしれないというところですね。はい。で、それと、ほぼ同日に、ウズベキスタンのタシケントで行われてたのがアジアジュニア体操競技選手権大会というやつで、はい、うん、で、これも、出場選手が、サバエ体操スクールの岩佐亮選手、うん、それから荒屋敷京樹選手、うん、あと埼玉栄高校の加藤優斗選手、うん、清風高校の田中逸樹選手、うん、池谷幸雄体操クラブの北村文也選手、うん、あと女子の方で羽衣体操クラブの杉原愛子選手、うん、この選手は結構全日本とかでも出てきますよね、うん、あとレジックスポーツの土橋ココ選手、うん、セインツ体操クラブの宮川紗恵選手、うん、玉川体操クラブの安井若菜選手、うん、それからセインツ体操クラブの揉山由香選手、うん、が、出ております。これは男子が14から17歳、女子が13から15歳という、枠組みになってますね。はい、13から15、はい、だからやっぱあれか、女子はもう中学生ぐらい、中学生ですね、だね、男子で高校2年ぐらいまで、2年ぐらいまでかですね。そうか、だからやっぱこの層のやっぱ出場がほとんど体操クラブ、うん、うん、っていうのがやっぱりその日本の体操界の基本的なやっぱその、うん、まあ、底辺というか選手を輩出するところになってるのが、うんうん、やっぱりそういう体操クラブだっていうことなんだね。そうですよね、うんうん、なんで例えばこの今回のアジアジュニア体操競技選手権大会に出た土橋ココ選手、うん、レジックスポーツなんですけど、うん、レジックスポーツって言ったの名古屋のあのあれですね、うん、寺本明日香選手が所属している、うん、スポーツクラブなんですけど、普通の、まあ、寺本明日香選手今年から大学1年生で、うん、中京大学に進学したんですけど、はい、うん、まあ、実際の練習は、今まで通りレジックスポーツの会場で練習してるっていうことで、うんうん、まあ、今と同じ環境で、まあ、練習を坂本監督のコーチの、坂本コーチの下で練習をするために、うん、まあ、中京大学に席を置いたというような形のようですね。そのレジックスポーツってだからさ、まあ、全国チェーンでもないし、全国チェーンなの？いや、チェーンではないですね、多分。だよね。で、それでやっぱり体操のそれ支えてるんだ。うん、そうですね。それすごいね。うん、これ、昔は、なんだ、レッツ、東海、うん、東海レッツスポーツクラブだったかな。ほうほうほう、うん、僕がもう名古屋にいた学生の頃とか、うん、子供の頃とか、うん、多分2、30年前からずっとあって、しかもテレビで宣伝してるぐらいの、とこなんですよ。あ、そうなんだ。ええ。それが未だに続いてて、オリンピック選手を輩出してるっていうのは、すごいですよね。すごいよね。だから、まあ、うん、経済的にもしんどかったりっていうのもあるだろうにね。ああ、まあそういう局面もあったかもしれないですけど、うん、なんか今年はなんだ、名古屋市内で別の場所に新しい練習場を作って、なんかそこで寺本選手は練習してるみたいな話もあってですね。すごいね。うん、だから一回このレジックスポーツクラブもちょっとなんか見に行ってみたいなって気がするんですよね。そうだよね。取材申し込んでみたいね。ねえ。だからやっぱそういう各スポーツクラブに、やっぱりこう取材していくとかっていうのもいいんじゃないの、うん、
そうですね、うん、でやっぱそこの方針とかさ、うん、やっぱそのどういう思いでそういうことやってんのかとか、やっぱさ単純にやっぱなかなかできないよ正直。まあ気持ちがあってもなかなかこの流れにわたって続けていって、しかもトップ選手を輩出するっていうのはそうそうなことではできないですよね。できないよ、うん、だってもうあれだもの本当、それこそいつも比較するけど自転車界なんかほとんど昔のチームなんかないからね。あ、もう何個かしかないよ、うん、うん、だからまあ自転車メーカーであるブリヂストンと、あとパーツのメーカーのシマノぐらいで、ほとんど昔からまあ10年やってるってないんじゃないの。ああそうか、だからそんだけやっぱ難しいんだよ。うん、まあ体操の方でも何でしょう、社会人になってくると確かに20年前に持っていた体操クラブを持っていたところと今体操クラブを持っているところとはもうかなり入れ替わっちゃってますからね。だろう、でそういう意味ではやっぱ難しいと思うんだ、あの並大抵のあれでできる状態ではないと思うよ、うん、そうですよね、うんうん、だからそれはやっぱすごいと思うね、うん、ちょっとなんかその辺は一回ね、機会があったら話を聞いてみたいと思うんですよね。そうだね、はい、うんうん、でもそんないう地域ってあるんですかね、その体操クラブが多い。それはあるんじゃない、やっぱ、うん、まああると思う、やっぱりそれは。なんか私は宮城しかし分かんないですけど、うんうんうん、あんまりなかったんですよね体操クラブ、体操クラブって。でも仙台大学があるから結構さ。そうなんです、明星高校っていう高校がもう強くて、仙台大とこうつながってるんですけど、その周辺ではきっとあるんでしょうけど、うん、そんなにこうポンポンってはなかったですよね、そういうチームが、うん、なんか周りでも体操やってるってこう私は周りにいなかったので、おうおうおう、なんかちょっとびっくりしました。そういう違う県に行ってみると、うん、いろんなそういう体操クラブが あるんだなっていうことには。だからやっぱ大阪なんかは多いんじゃない。ああ、ね、そうでしょうね、やっぱ政府高校があって、うん、未だに政府高校出てくるし、うん、だって、まあ、内野の岡村もちっちゃい頃は体操やってたっていうし、あと今回で言うとあの、ね、羽衣体操クラブとか多分なんでしょう、うん、多分羽衣大学だったっけ、うん、多分まあその大学と体操クラブとか高校とかその辺一個なんか流れがあるんだと思うんですけど、うん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 、まあなんだグループ会社じゃないけど、うん、うん、多分そんな中でこうなんだろう、どっかが核になっていって、うん、まあ高校や大学が核になってるところもあれば、うん、体操クラブが核になってることもあって、地域によってこう多分形が違うんでしょうけど、だろう、うん、だからやっぱ多分やっぱどっかが核になって、うん、そこでこうなんだろう、力をこうつけていたりとか、指導者の方も指導力をつけていったりとかっていうのは何かしらあるんでしょうね。あるよ、もう間違いなくあるって。だってもう本当に、うん、もうこれ別の番組でも言ってるけど、山口県で何にもないもんねそうか、もうスポーツ不毛の地だから。そうか、山口県びっくりするぐらい、まあだからその中で今トップアスリートっつうと、あの卓球のね、うん、石川佳純ちゃんが山口県出身だけど。え、あ、そうなんですか。そうなんだよ、うん、ただ彼女もやっぱり両親が卓球やってて、両親がやってるその卓球のあれから強くなったみたいで、うん、だから別段山口県って何が盛んって言われても何にも盛んじゃないんだよああびっくりぐるするぐらいね、あのスポーツに無頓着な土地なんだよ、うん、だからあの本当あのやっぱそういう地方地方によるあれはあると思うよ、うん、差はね、うん、そうですよね、うん、だからあの本当あのいやもう俺はやっぱり体操をやってたってやつに会ったことがないもん。まあ高校に入ると体操部にはなる入るやつはいるけど、うんうん、ちっちゃい頃から体操にっていうのはこの辺多分ないと思うき、うん、ですよね、うん、体操クラブっていうのもないんじゃないかな多分。でもそう思うとやっぱりその関西というか大阪
だったり東京だったりって、うん、そんなに広くない場所からこう発信しているのに、うん、人口がそうやっていろんなところに宮城に行ってみたりとか、うん、そういういろんなところに飛んで広まっていくのはすごいなって思いますよね。そうだね、うん、不思議だなぁと思うね、うん、なんかなんだっけ前半助さんが話してたのがなんだやっぱ東京横浜とかあの辺になると子供を、うん、はい、を何かしらスポーツやらせるっていう風になると、うん、水泳か体操が一般的なんだって。へえ。その親御さん世代の中で子供なんかやらせるって言ったら。水泳はわかるけど。わかるわかる、うん。俺も水泳はスポーツクラブがあったり、あれがあるから、うん、スイミングスクールはあるから、うん。うん。僕も実は中学生ぐらいまでスイミングスクール行ってたんですよね。あ、そうなんだ。うん。だけどなんか今は一般的な選択肢として水泳か体操かみたいな感じらしいんですよね。うん、都会ではあ、だろうね。だから都会はある程度やっぱ子供たちもそういう状況に放り込まないと、うん、やっぱスポーツがやりにくい状態にはあるのあるんだろうなって気はするもん。なんかあ、そうか、うん、逆に屋内スポーツの方がやりやすいのか、屋外がやりにくい。そうで山口県みたいな田舎ではさ、もうその辺の、うん、ほっとらかしとけばだね。あ、まあそうなんですよね。公園にポンって行けば、だろ、鉄棒あるし、うん、そうそう、なんか釣り場みたいなのあるし、うん、体操チックなことはできちゃうんですよね。そうね、ガキは勝手に遊ぶからみたいなのができるけど、そうですよね。ねえ、やっぱその野球もサッカーもやり放題だもん。そう、うん、もうほんの野山駆け巡ってりゃいいからやつ。そうか。だからそういう人にボール入ったら、うん、失礼しますみたいな。そうそうそう。そんなんでいいから。そうか。だからそういう意味ではやっぱりその都会の方があえてそういう環境に、うん、子供たちを置かないと、うんうん、やっぱ難しいみたいなのはあるのかもしんないよね。そうですね。うん、逆にね、そんな広場で野球やサッカーだっていう土地がなかなかないでしょうしね。うん、そうか、そういう事情もあるかもしれないですね。あるんじゃないのかね、都会の地方によって。だってあれのもの。賢いですよね。うん、その何でしょう、その球技じゃない、競技の選び方が、うん、その総合力がつくじゃないですか、体操にしろ、うん、水泳にしろ、うん、体操とか水泳やってる人って何やらせても結構できちゃう人多いじゃないですか。できちゃう、筋肉の使い方が分かったりとかするので、うんうんうん、その選び方はすごい賢いなというか都会っぽいなって思いますよね。気がするね。あと体育の授業、うん、あと体育の授業で、あ、必ずあるからってのもあるかもしれないけどね。うん、ああ、うん、でもやっぱ、うん、でもやっぱなんだろうな、まあ、うん、やっぱ都会っぽい選び方なのかもしれないね、うん、確かに、うん、そう、まあ確かにね、うん、そうですね、うん、それこそサッカーとか野球の方があれかもしれないですね、うん、田舎では多いかもしれないですね。おいおい、サッカーと野球はもう必ずやるけど、うんうん、体操って選択肢は山口県には一切ないっていうように、山口県選手の強い選手なんか聞いたことないだろう、多分。うん、うん、確かにやってるイメージないですね。いないんだよ、だから。と思うよ、多分だけど。俺も詳しくは知らないけど。まあ、我こそはっていう方がいたらね。もう山口県でこの選手がいるって。やってたぞと。はい、教えてください。俺は多分。多分どこかで必須すると山口県内大会とか絶対あるはずなんで、存在はするはずなので、俺は山口県のチャンピオンだっていう人がいたら、ぜひお話を伺いたいですよね。だよね。だから間違いなくそのやっぱりその土地と、ま、県とかそれの温度差はあると思うよ、うんうん、だからやっぱりそういう中でも今もね、サバエの体操クラブ入ってたけど、はいはい、やっぱサバエなんかはやっぱ盛んなんだろう、うん、まあそうですね、うん、サバイはもう今でもずっと、だろ、もう世界選手権やった頃からずっとですね、だろ、熱が冷めてないですね、やっぱり、うん、ってことなんだろうと思うよ、うん、うん、ね、うん、だからまあその辺の取材もね、今後ちょっとなんかチャンスがあれば、うん、そうですね、はい、そういうね、聞いよね、土地土地のなんだ取り組み方だったりとか、うん、そうそう、逆にここはなぜないのかとか、うん、そういう話も聞きたいでしょ、掘り下げていきたいですよね。そうで、そこにだからやっぱり強いその世界と常に戦っている体操の日本の、うん、やっぱりなんかこうあれがあるような気するもんね、うん、強さの源泉というかね、う
うんうんうん、という思いますな。はい、はい、であとですね、もう一個、コリアカップっていうのが韓国のインチョンでありまして、はい、4月の19日から20日まで行われてたんですけど、うん、これ当初は村上茉愛選手が出る予定だったんですけども、うん、これ中止になりまして、あ、大会があるんですか、いや、ですね、村上茉愛選手が出るのが中止になった。中止になったんだろう。にまして。それは何だろう。これは何だろうな。体調不良とか何かしら。もう怪我とかじゃなければいいけどね。でもそんなに大きな怪我をしたという話も聞かないので、うん、まあ、いろんなコンディションだったりとか、うん、うん。まあ、あと、なんでしょう。まあ、他の国際大会にも村上選手出てたので。ああ、なるほど。まあ、その、うん、まあ、コンディション。スケジュール的にも厳しいとか、うん、そういうのもあったのかもしれないですね。無理させないみたいな配慮があったのかもね。うん。うん、なんでまあ日本人選手の出場はなかったんですけど、うん、まあ目立った情報としては、跳馬のスペシャリストのヤン・ハクソン選手。うん。はい。うん。ヤン・ハクソンっていう自分の名前がついた技が、前転飛び前方宙返り3回ひねりという技ですね。うん、うんうん。あれがヤン・ハクソンという技で、Dスコア 6.4 で、うん、難度表に載ってますけども、うん、さらに新技を編み出しまして、うん。日本国内でも何人かの選手がやるロペスっていう側転から入って全部で3回ひねる技、うん、はい、デスコア 6.0 の技ですね、うんうん、まあ、加藤選手とかあと山村選手なんかもやったりするんですけども、はい、このロペスにさらに半分ひねると、ほう、ロペスひねりという技を成功させまして、まあ、まだこれ、FYG の大会では、やってないので、まだ名前ついたりとかっていうのはないんですけど、ほうほうほう、この大会で見事成功させて、Dスコア 6.4 で、計算されて、Eスコアも 9.5 以上出てまして、すごい、15.925 という点が出てますね。じゃあ相当完成度も高いんだ。そうですね、実際映像を見ましたけど、まあ、大きく一歩片足が出てますけども、もう十分もう実戦で、使っていける。うお、じゃあ FIG のなんかの大会があってやれば、うん、もうヤン・ハクソン2。多分なるでしょうね。おお。うん。すごいね。ひねり系ってことは、うん、白井選手のライバルになりますね。うん。で、あとなんだろう。実は加藤良平選手がこのロペスひねり練習してるっていう情報もあって。うん。練習動画が、あったんですけど、うん、まあ、まだね、なんだ。ウレタンマット上でやってる感じなので、実際に使えるかどうかはわからないんですけども、うん、まあ今後の、なんでしょう、練り込み次第ではひょっとしたら、後半なんかに試合で出てくるかもしれないんですよね。そうか、やっぱりそれ加藤選手もやっぱ虎視眈々と、いろんなことやってんだね。うん、やってますね。加藤選手は全然こう、見た目に出てこないところが、うん、なんかドキッとさせられますよね。そうだね、その闘志を表に出さないんだけど、うん、本当に着実に近づいていってるというか、うん、目標を一つ一つちゃんとクリアしていってるところが、うん、毎大会毎大会見られるので、うんうん、本当に楽しみですよね、うん、見に行くのが、うん、そうだね、そうなんですよね、うん、だからまあ前回も言ったけど、そのなんだ、この間のワールドカップでその加藤良平選手、まあ、最後鉄棒で落下してしまったんで惜しくも3位に終わっちゃったんですけども、うん、なんでしょう、本当にこうなんだ、細かいところをちゃんと直してきてるんですよね、うん、去年と比べると、うんうん、例えばなんだろう、平行棒の最初の、入り技のところで腕指示から前中して指示になって倒立に投げるっていう D 難度の技、うん、まあ本間とか言ったりするんですけど、うん、まあ、結構これ日本人選手、多くの選手がこのパターンで始まる選手が多くて、うん、加藤選手もこれで始まるんですけど、うん、去年はその技で倒立に上がるときに腰が曲がってたんですよ、ちょっと、うんうん、加藤良平選手結構いろんなところで腰が曲がる癖があって、うん、あ、これ見るたびにはここは減点されるなって思いながらいつも見てるんですけど、うん、それが去年までは確実に腰が曲がってたのが、今年のワールドカップではそこが完全に腰が伸びた演技になってて、うんうん、だから技の難度とかは全然変わってないんだけど、ここで減点を確実に減らしてるっていうことをやってきてるんですよ、うん、そうか、うん、だから結局は得点に結びつきます、ね、そう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 、うん、だからなんだろう、
こういう単純に新しい技を練習するってのもあるけど、そういう自分のこうウィークポイントっていうか、必ず減点されると分かってるポイントをちゃんと直すっていうのをやるのはすごいなっていうふうに思いました、ね、そうだね。でもなかなかできとるできないんですよねこれ、うんうん、でもやっぱそうやって常にこうなんていうの、進化し続けられなければ、うん、体操ってだから長くはできないんだろうね。まあそうですよね、うん、だから要はそうやって進化し続けて勝ち残っていかないとやっぱり競技が続けられないっていうね、うん、そこがあるもんね。そうですよね、うん、いやでもその内村選手の存在はすごい大きいのかなって思います、うん、そのやっぱりトップの選手が、うん、例えばすごい技をいつもやってるっていう選手だったら、うん、みんな新しい技を練習すると思うんですよ、うん、でも新しい技をやるんだけど、うんうん、さらに美しいっていうのがトップにいるってことで、うん、やっぱりそこを追求していかないと、うん、そのなんか並べないっていうのが感じるんじゃないかなっていうか、うん、その難度の高い技をいくらやっても美しさで勝ててないって時点で多分追いつけてないっていう意識になってくると思うので、うんうん、やっぱりトップにいるのが美しい体操のできる内村航平っていう存在は日本にとってすごい大きいのかなって思います、ね、いやそう思うね、うんうん、それはもう間違いなくそういう心理はあるし、うん、やっぱりその美しい体操がやっぱり日本の体操なんだっていうある意味内村航平がアイデンティティなわけじゃん、うん、そうですよね。ちょっと昔からの歴史というか、うんうん、そう思うよ、うん、だからそういう意味ではやっぱりそういうところにいろんな選手が注意払いながらやるんだと思うね。うん、うん、いやいいんじゃないですか。うんね、うん、だから楽しみ、うん、まあ、加藤選手もやってほしいねこのロペスハーフ。そうですね、うん、うん、ぜひぜひ見たいですよね。うん、うん、見たいね、はい、まあまあまずはこれ FIG の大会でいつヤン・ハクソンがやるか、うん、まあまあおそらくね今年後半の世界選手権でまあそうだろうね出てくると思うんでヤンハクソンが、うん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 、まあ多分そこでロペスヒネルやってヤンハクソンになるのか、うん、ひょっとしたら他の選手も他の国でもやってるかもしれないので、うん、うん、他の誰かが成功させるのか、そうだね、うん、うん、またね2人3人とやって名前が併記されるのか、うん、うん、あ、ちなみにそうだ、平気で思い出したんですけど、なんだ、白井健三のあの、床の4回ひねり。うん、まあ、あれ、去年の世界選手権で白井っていう名前になったっていうことになってたんですけど、うんうん、はい、変更がありまして、ほう、白井入園になりました。あ、そうなの？へぇー。で、で、この入園はじゃあ、みんながよく知ってるドイツの時を松岡のことかっていう。あ、そうだよね。そうじゃなくて。入園って、あ、違うんですか？違うんだって。なんか、ベトナムの選手で入園っていう選手がいて、うん、でも世界選手権の予選でやってたらしくて。なんか、あまりに目立たないところで成功させたんで、あんまりみんなこう気がつかなかった。うん、そんなことあるんですか？なんかわかんないけど、みんな、見落としてたのかなんかわかるんですけど、後からよくよく確認すると、うん、あんなにそのベトナムの入園選手も成功させたことが分かって、うん、まあなんだ、FIG からニュースレターって言ってこうなんだ難度の修正だったりとか、あと、うんうんうん、この技はこういう風に採点しましょうとかって言ったこうなんだ審判向けとまあ選手向けのまあいろんなこう修正点とか報告とかが出てくるの、うん、まとめて上がってくるレポートがあるんですけど、うんうん、その中 の変更として、床の4回ひねりは、白井から白井スラッシュ入園に変更になりますよっていう風に上がってきてましたね。だからやっぱあれだね、やっぱ うん、ベトナム恐るべしだね。いやー、なかなかね怖いですよベトナムは。怖いね、身体能力高そうですもんね。だよね、うん、で美しい演技もやるじゃん。そうなんですね、だからやっぱり何年か後かにはなんかこのまま行けば台頭してきそうな、うん、うん、いや本当に雰囲気がプンプンするよねなんか、うん、うん、
なんで、まあ、ということなんで、なんだろう、白井、まあ、4回ひねりは白井入園っていうふうに、これからは多分テレビなんかでも紹介されると思いますんで、うん、そういう事情で。そうだね。まあ、でもなんか、はい、まあ、でも入園イコール、入園選手だから、なんか、戸惑いがありますけどね。そうだね。ね、あの顔しか浮かんでこないから、入園浮かんでこないですよね。だね。まあ、でも、この技もさ、このヤンハクソンもさ、うん、なんか白井君がちょっと頑張ったらできんじゃねえのかとか思っちゃうよね。ああ、まあ、側転系は今ね、うん、ロペスまでまだできてないんで。ああ、そうなんだ。うん、ロペスよりひねりが半分少ないドリックス。あ、2位なってんだ。うん、やってて、まあ、種目別ではこの、なんだ、白井、キム・ヒフンとそのドリックスで飛んでるので、うんうん、だから、白井、キム・ヒフンは 6.0 で、うん、ドリックスが 5.6 なので。うんうんうん、やっぱりなんだろう、世界選手権とかの種目別で勝負しようとするとみんな最低 6.0 揃えてくるから、うん、ちょっと厳しいよなっていうところがあるんですね。あるんだね、そうか、うん、じゃあまあ逆に言うとそこにまだ伸びしろがあるってことだろうね。そうですね、うん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 、十分可能性はあると思いますよね。なるほど、はあ、まあまあちょっと見てみたいね、この新しい新技ね。はいはい。で、あと、まあ、これはまあ小ネタというか、うん、専門的な、なんでしょう、情報を求める方向けの話なんですけど、うん、女子の採点規則の、うん、なんだろう、まあ、補足として、うん、ヘルプデスクという、まあ、本というか冊子というのが、うん、採点規則集みたいなのが、発売されてます。うん、まあ、値段が1500円で、うん、日本体操協会の、サイトの方からですね、うん、まあ、郵便振替用紙を使って申し込んでくださいよって記述があるんですけども、うんうんうん、どうも本編がカラー印刷で70ページあって、うん、で写真や図解で説明してあって、うん、で、まあ、審判の方、それから現、コーチとかですね、うん、選手とか、うん、まあ、この技はこうやるべきであるとかですね、うん、多分そういう細かいところとか、うん、採点のポイントとか減点のポイントとか、うん、まあ、そういったのをこう図解入りで、写真や図解で説明されているようなもののようです。うん。うん。なんで、ちょっとこれ僕も買ってみようかと思ってるので、うんうんうん、また手元届いたら、レポートしたいと思うんですけども、なるほど。うん。まあ、興味ある方は、まあ、1500円でね、採点規則なんかよりも全然かなり安いので、そうだね。うん。で、写真や図解なので分かりやすいと思いますので、興味ある方はぜひ、体操協会の方から申し込んでいただければと、そうだね。思いますね。はい。はい。はい。といって、たところですかね、うんうん、はい、じゃあ動画のコーナーの方に、行きたいと思います。そうだね、はい、はい、はい、今回は YouTube ではなくて、Ustream の、まあ、録画の映像ってことね。そうですね、はい、うん、うん、いい、先ほど紹介したその環太平洋体操大、選手権大会、うんうん、パシフィックリムの中の、うんうん、日本人選手、谷川翔選手の床の演技ですね、うんうん、まあ、これをお届けしたいと思います、うん、ね、まあ、このコーナーはね、動画を見ていただいて、ね、はい、一緒に、まあまあ、番組中に流すことができないので、はい、まあ、ページの URL をクリックしていただいて、同時に見てもらってということで、はい、いきたいと思いますが、準備できましたか、うん、はい、はい、じゃあいきますよ。はい、はい、はい、3、2、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、みんな準備してくださいよ。はい、はい、行きますよ、はい、大丈夫です。はい、じゃあ行きますよ。3、はい、2、1、0。はい。これさ、あれだよね、体操のさ、うん、俺たちテレビ中継とか見るときにはさ、代々木体育館とか、うん、オリンピックとかだから結構でかいけど、体操のこの、あれだね、意外とちっちゃいとこでやるよね、なんか。そうですね、結構なんだろう、海外の大会見てると、うん、そんなにお客様入ってなかったりとか、そうだね、しますよね。これもこじんまりした中で、今、どんどん競技進んでますが、そうですね、はいはい、しかもカメラもなんか低い位置から、固定カメラだったんですね、そう、引きだよね、引きだからもうちょい寄ってくれると分かりやすいんだけどっていう、ね、うん、今、側宙ひねりやりましたね、うんうん、で、ここのあとちょっと珍しい技やりますので、ここ注目ね、はい、この脚状況なんですけど、うん、足が水平になるところまで上げる脚状況、ここから倒立に上げます。ほう、うん、これ僕も初めて見ましたけど、これ C 難度なんですけどね。うんうんうん。うん、足を水平に上げる脚状況を、
となんだマンナって言うんですけど、うん、あのマンナでさえ結構珍しくて、うん、あまり見れないんですけど、うん、そこから肩を返して倒立に上げるっていう、非常に珍しい技ですね。だから床に両手をついてそのまままあ、あの足をまっすぐ折って上げる、これが客上行でいいわけ、うん、そうですね、そうですね。でこれをさらにこのまっすぐした足をさらに今見た感じだと、倒して、うん、そのまま肩がグリンってなったまんま倒立に上げるってそのもはや人間技とは思えないみたいな、うん、そうそうそう、その倒立だね。そうだからなんだなんだろう、客状況で腰を持ち上げてこうなんかお尻がこうなんだ一番上まで来る、足が、うん、足の裏が水平になるぐらい以来の位置からこう跳ね上げる勢いでちょっと手を動かして、うん、間に肩をくるって返すっていうはことをやるんですね。すごいねこれは肩の柔軟性と力と両方ないとできないから、うんうん、めったにできないんですよ。はあ、そうなんだ。僕も見たことないです、これ。おお、ものすごい地味だけども。そう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 。意外と、うん、その珍しい技だと。そう、しかもジュニアの選手がこれをやれるのを見て、この動画を見てびっくりしたんですけどね、僕は。ああ、そうか。じゃあ意外とパワーもあるんだ。あると思います。あの客状況ってなかなかやる人いないので。ああ、だからまあ、この辺はあれだろうね、まあそのまあなんていうかな、これ自転車ではパワーウェイトレシオみたいな言い方するけど、うん、要はその体のまあまだこれジュニアだから多分軽いじゃない、うんうん、その軽さ、まあその自分の体重よりもまだ筋力が勝ってるっていうか、うん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 、多分そういうことに近くて、これが成長しちゃうとこのままできるかどうかは分かんないってことなんじゃないかね。そうですね、うん、例えばなんだろう、大学ぐらいになって筋肉をつけていったりすると、うんうん、なんだろう、逆に筋肉つけることによって柔軟性が失われて、こうあんなにこう体を折りたためなくなったりとかすることもあって、うんうん、だよね。そう、脚状況ってもう完全にこう上半身と下半身がこうまるでこう、うん、なんだ、髪を折ったようにこうピッチリくっつかなきゃいけないんですけど、うんうん、筋肉が邪魔になってあそこまでくっつかなくなったりするんですよ、ね、ああ、なるほど。極端なことを言うと、で逆に言うと筋肉がまたつけすぎちゃうと体重も増えるから、うん、そう、それもあるんですよ。体重とパワーのバランスは、あと柔軟性というこの3つがうまく合わないと多分できないってことだね、うん、そういうことなんですよ。ああ、なるほど、うん、だから海外の選手なんかでも力、筋肉 の強い力のある選手だと、あのマンナっていう、あの足が水平になる脚状況はたまにやる人見るんですけど、うんうんうん、それでもたまになんだ。でもたまにですね、あ、珍しいなって思うぐらいですよ、うんうん、ワールドカップとか世界選手権クラスでも、まあ、1人とか2人とか。あ、そうなんだ。意外にさ、うん、だって釣り輪とかに似たようなあれあるじゃん、うん、まあ釣り輪はそうですね、うん、だから誰でもできんじゃんって思っちゃうよね、なんか、うん、まあなんだろう、床の場合、まあ、あのマンナをやっても C 難度で、うん、まあ、今のマンナからクッと上げて倒立に上げても C 難度なんで。あ、それから倒立に上げても C 難度なんだ。そう、難度表さっき確認したんですけど、これ難度なんだっけと思ったんですけど、うんうん、C なんですね。それもうちょい上げようよ、それ。そう、これ D じゃいいんじゃないのかと思ったんですけど、ね、僕も。うん、だから C だったらもう多分十字力倒立とかやっちゃった方が楽なので。ああ、なるほど。多分だからよっぽど体力に余裕があるとか、俺はこの技にこだわってるんだぜって人じゃないと、多分わざわざやらないんだと思うんですね、うん、ああ、なるほど。うん、スタミナなくなっちゃうんで、うん、うん、だから多分力あってできる人でも十字力倒立やるか、うん、まあ力がないないっていうか、なんだろう、あんまりこうそこで力技を使うことによってスタミナをロスしたくないと、うん、まあ、あの、なんでしょう、旋回系の技をやったりとかするので、うんうんうん、なかなかこの、なんだ、床でその本当に力がいる力技って見れないんですけど、ほう、うん、それがよもや日本のジュニアの選手で使い手がいるとは、そうだね、思わなくて、だからまあ、ちょっと発見だったんですね。だからさ、その要は同じ C 難度なのにあえてそれをやってるってことは、うん、もしかしたら何かにこだわりがあるのかもね。まあ、あと、まあそうですね、まあ、あとは何でしょう、やっぱり一つ個性を出したいとか。だろうね、だからその、うん、マンナで終わらせておいても点は同じなんだろう、うん、そうなんですね。で、そこから何かつなぎ、これがつなぎになって、なんか次の技があるって雰囲気でも今なかったよね。うん、別に何もないんですよね。だからやっぱなんかあるんじゃない、これ、こういうのはやっぱ聞いてみたいよね。
そうだから結構そういうの他の選手もたまに見かけてて、うんうんうん、例えばなんだあとコナミの森選手、うんうん、森選手がなんだ鉄棒森竹人選手、うん、鉄棒でやる離れ技が、うん、シュタルダーから伸身トカチェフってやるんです、うんうんうん、あれ D 難度なんですけど、うん、シュタルダーからじゃなくて普通に車輪から伸身トカチェフっても D 難度なんで、ほう、別にシュタルダーからでも何度変わんないから、うんうん、なんでやってるんだみたいなところがあるんですけど、うん、多分何かしらのこだわりがあるのかだろうね、かもしくは実は森選手にとっては普通に車輪からやるよりシュタルダーからやった方がやりやすいっていうのがあるのかもしれないし、だから逆に言うと、うん、なんかマンナで止めちゃう方がしんどいのかもね、谷川選手は。ああ、そこから戻す方が力を使うとかいうこともあるのかもしれない、ね、かもしんないよね、わかんないけど、その辺もうこのレベルになると聞かないとわかんないんだけど、ね、そうだよね、その辺聞いてみたいよね。それか、まあ、もしくはその、うん、全体演技するときの、うん、荒川静香のイナバウアー的な、はいはい、これやったら乗るんだと、うんうん、これやると調子がいいなと確認できるんだとか、なるほど、うん、なんかそういうことかもしんないしね。そうなんですね、だからなんだろう、うん、こっちの方で思ってるこの技とこの技と比べるとこっちの方が楽だよなって思ってるのと、うん、違うっていうケースがあるのかもしれなくて、うん、表現する競技の選手はやっぱり見せるってことにやっぱりこだわりを持ってますからね、うん、そうだね、ああそうかもしれないね、うん、そうだよね、だから見て面白いって思ってもらえるんだったらこっちやるとか、そうだね、うん、そういう意識はすごく強いのかもしれないですね、うん、他の種目っていうか競技をやってる人よりも、うんうん、そうだよね、だからね、点数にもなれやしないのになぜ、うん、浅田真央がトリプルアクセル飛ぶのかみたいなことだよね、まあそうですよね、うん、うんうん、多分なんかそういう何かが選手によりやっぱ何かがあるんだな、思いが多分多分そうなんでしょうね、うんうん、まあこういうことから非常に地味ではありますがこういうことから紐解いていくのも面白いね、うん、いやでもそこが対象の本当に醍醐味というか、うん、表現する競技の醍醐味ですよね、うん、人と違うことを、うん、その難度に関係なく、うん、人と違うことをやるっていうのは、うん、 そこにこだわりを持ってできる選手っていうのは、うん、やっぱりすごい、うん、素晴らしい選手だと思います、ね、そうだね、だからあれだね、まあこれジュニアの選手たちはさ、まあ、なかなかまだインタビューは、まあ、難しいというか、うん、まあ、あんまりねジュニア時代からチヤホヤするのも良くないなって思うから、うん、スポーツしててあんまり、まあまだその一線級に出てくるとインタビューするべきだとは思うけど、うん、ジュニアの選手とかまだちょっと早いかな、いろんな意味でって思ったりするのよ。なるほど、だからそういう意味ではこの谷川選手がもうこう順調にいってこう日本の中で台頭してきて、うん、ある日の全日本選手権の時に、うん、そういえばジュニアの時にあれやってたんですけどみたいな質問がぶつけれるといいよね、うん、なんかいいですね、ちょっと記者会見に、ね、出てくる機会があったら聞いてみたいですだよね、その時にも他の記者俺たちはそこから見てるよみたいな牽制にもなるしそうですね、ね、ちゃんと見てるんですよっていうのがあるじゃん、うん、そういう感じでこう花開くといいよね、こういうの。そうですよね、うん、うん、まあまあでも本当にね、まあ面白いっていうか見ててうわーって思うもんね、ね、うん、これは本当に何だろう、何だろう、記憶に残る演技ですね。そうだね、うん、多分この技って言ったらもう谷川選手しか出てこないっていうのができるんで、何だろう、コナミの沖口選手 の床の1本目のローウンって技もそうですけどね、うんうん、もう日本でローウンって言ったらもう沖口だみたいな、ああのが代名詞になるんだ、うん、なりますね、うん、まあある種だからそういうものなのかもしれないよね、やっぱり、うん、その選手にとってのアイデンティティではないけどスタイルというか、うんうん、そうですよね、うんうんうん、ってことかもしれない、ね、まあ、そう、うん、そういうことかもしれないですね、多分沖口選手の方もそれをこだわってもうずっと1本目は必ずあの技をやってますからね、うんうん、で毎回楽しみやる見るみたいなところもあります。そうかそうか、うん、いやいや、まあ面白い V でしたな、はい、うん、にしても意外とこじんまりしたところでやるよね。そうですね、ねえ、もうちょい人がいたい、なんだっけ前動画の公開したさ、
はい、大会もさ、ものすごい普通の体育館みたいなところでやってたりした、した動画アップしたじゃない、うんうん、意外とああいうところでやってんだなと思って。そうですね、特になんかアメリカとか、割とそんなイメージがあるんですけど、ね。あるよね、なんか。うん。もうちょいなんかさ、派手なところでやりゃいいのにって思う。むしろ日本の方が、しっかりと広いところでやってんなっていうか、そんだけやっぱ日本は人気でお客さん入るからかな。いやでもそうじゃないですか、うん、だよね、この会場でこんだけの空席あったら元取れないですよ。だよね、まあね、そうだよね、そう、まあジュニアの大会っていうのもあるしね、そうですね、なかなか入りにくい、もうこれ多分親とか親戚関係じゃないですか、うん、そうだね、かもね、この感じだとそうだね、関係者しかいないかもしれないね、うん、そういう感じがしちゃうよね、ちょっと、うん、やっぱあれ逆に言うと、うん、その規模の大会だとしたら、それをユーストで生中継してるのはすごいですよね。そうだね。ねえ。そうだね。しっかりとした映像で、まあ、なんていうの、ちょっとズームしろよとは思うけども。まあね。うん、もうこれ記録用じゃないですかね。いや、まあ、ある意味、そうだよ、うん。ある意味そういう意味もあるし、まあまあ、うん、お金がなくて人がいなくてやさ、こうやって固定で流しとくだけでも正直意味はあるから。うん、いやでも、ね、うん、記録にちゃんと残って、うん、こうやって誰かの目に留まるってことは、うん、それだけで素晴らしいですから、うん、そうだよ、貴重ですよ、そうなんだよ、そうですね、はい、本当そういうの耳かじかっぽじいて自転車関係者よく聞いとけって思うわそうですよね、うん、だからもう本当あれだよ、もうやっぱ今年体操のなんかの中継やろ、あ、もうじゃないと ね、もう自転車界では俺は生きていけないよ、もうそんなことになってるんですか、もうここ1週間もう俺怒りまくりだからあららら、もう明日も大喧嘩してやるんだけどそんなこと言うんですか、言うよ、俺はもう容赦ないからね、そういう意味大喧嘩してくるってことあるんですか、うん、喧嘩をしに行くんです、ね、いやだってちゃんと喧嘩を向こうが売ってくるんだもん、俺は平和主義者なのに向こうが喧嘩売ってくるんだよ、喧嘩を俺に売ると俺は買うって言うんだけど俺は全力で買ってやるから、売られた喧嘩はでも自分からは売らないからでも俺に売ってくんなっつんだけど、もうことごとく売ってくるんだよね俺に、だから俺いやいや喧嘩するんだよ、もう相手が完璧に詰むまで俺はやるからもう明日もやる気満々なんだけどもうね、まともなことができないから、やっぱね、ちゃんとまともなさ、大人としての良識がある体操とかやりたいよ俺は。ああ、うん、体操とか、あとトランポリンとかもいいかもしれないですね。いいですよ、もうトランポリンでも新体操でも何でもやりますよだってもう一番初めに行った時の、うん、あの教会をね訪問させていただいた時の、うん、はい、もう大人としての立派な対応が、もう自転車界にも本当、爪の赤煎じて飲ませたいって思うよ俺が一番初めに自転車のね、そういう関係者のところに訪ねていったのよ、うん、その当時もインターネットの生中継ではなくて、うん、自転車のホームページがなかったのよ、ファンに見せるための。はあはあ、それである人のお願いで、お金がないけど作ってくんねえかって言われたのよ。はあ、そんで、まあ、そういうあれだったら俺たちもねやりたいから、じゃあ作りますと。で、うん、その中でじゃあそういうね教会に一応挨拶行って、で、ね、うん、そういうのをね一応ファンとしてやりますよって言いに行こうっつって言ったのよ。その教会で、その教会のお偉さんが俺に向かってなんて言ったと思う？え？はあ、じゃあお前いくらくれるのって言うんだよ。はあ、もうヤクザだろそれ逆じゃないですかそれ。だろだから俺、ね、そこでブチ切れて、はあ、なテーブルひっくり返して出てやろうと思ったのよほな、まあ、横に紹介してくれた人がまあまあってなだめるから黙って出てやったけど、うん、もう初めっからそんなんなんだよそれはすごいな、すごいだろ、いくらくれるっつんだよびっくりするだろ。それから比べるとさ、体操協会さんの本当に真摯な、ね、あの対応、俺にとってはもう天国みたいだったもん、正直そうか、すごいだろ、それはすごいな
ねえ、それって教会にいながら、うん、その自転車を広めたいっていう思いはないんですかね。ないんだよ。ない、あ、ないんですか。ないんだよ。そこの違いですよね、うん、そこの違いだから体操はさ、うん、多かれ少なかれやっぱり結果を出さないとその競技としても盛り上がらないんだよ、うん、でこれ自転車 お話ししてくださった方もすごく広めていきたいっていう思いがすごい伝わってきました、伝わってきたよね。だからまあできればまあそういうことでお互いにいい具合に協力しながら、うん、あのやれるといいですねっていうものすごいあのお互いの前向きな、うん、非常に、あの、あ、打ち合わせ来てよかったねって思える、うんうん、打ち合わせだったじゃない。これなぜ自転車のやつらがそんなこと言うかっていうと、自転車って要は競輪の補助金にぶら下がるんだよ、みんな。うん、あ、そうなんですか。そう。だからファンがいようがいまいが、競輪の補助金は入ってくるから。はあ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 。そういうやつらが脳のない考えでそういうことやるから何にも変わらないんだよ。そういうことか。そこと10年間俺がもう戦い続けてるわけだよ。だから、ね、自立してないから捕まえちゃうんですね。そうそう、そうそう。だから結果出なくても出ようが出まいが競輪の補助金としてはまああの競輪のねあれがどんどん少なくはなってきてるから、うん、減ってきて最近でこそあの目くじら変えてなんかしようとしてるんだけど、それ以前も一切ないもの、俺たちがそうやってやってた頃。うん、びっくりするだろ。いくら、いくらくれるってまともな大人のセリフじゃないじゃん、もう正直。言葉そのまま本当にそうやって言ったんですか。言ったよ。これ、ビダ一問俺は変えてないよ。脚色はしてないから。へぇー、それはちょっと、それはもう。それは代表の方なんですか。代表っていうかね、まあ、ある団体の、まあ、その、レースを主催する日本では、まあ、大きな団体の事務局のやつだよ。びっくりするだろ。まあ、あの、実名バンバン言っちゃっても構いやしないんだけど。お前の顔は二度と忘れないって俺、未だに思ってんもん。はあ、それはちょっと驚きですね。だろ、まともな大人の会話じゃないじゃん、うん、もう。そうですね。だからもうヤクザじゃん、それ。うん。そんな奴らばっかなんだよ。だから早くさ、自転車から足洗って俺、体操やりたいんだよ。お金にならないんだったら、どうせお金にならないんだったら、そっちやってた方がまだ気持ちいいわって思うよ。まあまあ、そうですね。そんなんなんだよ。だからね、今年俺絶対自転車、あの、あれなんで体操1個やりたいんだよ、中継。そうか、じゃあ、もう、山口県大会ぐらいから。ああ、もうそれからもう、あの、もう全然やるよ、俺は。やりたいな、それはそれでやりたいな、ちょっと。やりたいだろ、いや、やりたいですね。そう、そういう、あの、あれなんだよ、地方大会でも加盟しないんだよ。だって、それやることが強い体操日本の、あれを、でしょ、うん、いろんな意味でこう支えてあげれることになるから。そういうことですよね。小さな一歩から実績積んでいきゃいいから、また。うん。と思うんだよ。だからね、本当にやりたいんだ、俺は。ねえ、あの、世の中にはそういうまともじゃないスポーツもあるっていう。それから比べると、本当に体操は格が100個ぐらい上だよ。全然違うよ。でも本当に体操競技と関わってみて思うのは、本当に丁寧な方が多いですね。その監督やコーチ、選手、いろんな人と今までお話しさせてもらいましたけど、なんだこの人はっていう人とまだ出会ってないですね。だよね。だから、やっぱそういう教え、だからそういう全体の体質っていうのが、あのね、特集会さん訪ねた時に、その、まあ、ジュニアの選手とか、本当にまだ小学校ぐらいの選手たちが、一人一人、やっぱり俺たちみたいなもんだよね。の前で、誰っていう、ね。そう、誰っていうのをさ、こんにちはで通り過ぎるわけではなく、一人一人頭下げていくじゃない、そうなんですよね。あれって、ちょっと待って。そう、あれってやっぱ半端ないよ。そうですね、こっちが恥ずかしくなりますよね。なるなる、あの、うん、俺たちはだからそういう頭なくて、大体ザクッとみんなにこんにちはって言って終わらすけど、ね、いやいや、体操の世界ではそれは違うんだって、もう恥ずかしくなったよね、あれ。そうですよね。うん。だからそれを無理強いするのも何かと思わなくもないんだけど、でもやっぱ全然、やっぱそこのファーストステップが違うから、やっぱりその、まあね、この間お話しさせた、言っていただいた方もかなり体操協会の中ではお偉い方じゃない、うん、はあ、そうですよ、あの
自転車の中でお偉い人に会って、あんな紳士の態度は俺は一度も見たことない、10年関わってるんですよ。へぇー。うん。もう、ものすごい何様だ、お前、みたいな感じがあるよ。はぁ、あ、はぁ、あ、違うんだね。違う。だから本当、競技によっては全然違うよ。でも体操って本当にそうやって紳士で、でだからやっぱりみんなの努力で、積み上がってるんだと思うよ。うん、そうですね、うん。だからこそ負けられないって思いとかも強いのかなっていう。だから俺はこういう番組もやりながらも、うん、自転車にフィードバックできればって思うこともあるんだけど、うん、もう早く足、なんか足切りたいわ。手切りたいわ。もう本当に勘弁してくれよ。それほどってことですよね。うん、そういう方と。やっぱり人間とそういう人との関わりって大事ですよね。大事ものすごく大事。その競技が自転車が好きでも、うん、関われないって、うん、思ってしまうぐらい、うん、人間関係っていうのは大事なんだなって。大事よ。だってまあお金もなくてさ、アイデアもなかったらそうやって人に頼るしかないじゃない、うん。でそこでやってやろうっていうのはその人との人間関係だったり情熱だったりするわけじゃん、うん、こっちもそれに乗ってあげるわけだから、その情熱が共有できた時には、うん、これはもう損得感情抜きでいけますよって言えるけど、うん、お金もないアイデアもない汗もかかないでそんな態度だったら何のために俺やってんのよって思うからね、正直、うん、そうですよね、うん、だから体操は本当にそれがないよ。天国のようだよ俺はって思うわ。なるほど。そうだからね、そういう意味ではだからやっぱね、海外ではこういうジュニアの大会もしっかりね、うん、ユーストリームで残ってるっていうことは、うん、日本でもやっぱりできることは俺たちなりにあると思うから、そうですね、うん、やっていきたいですね僕らもね。でしょ。そうしていくとやっぱりジュニアのそういう選手たちの歩みも、うん、まあ、ちょっとずつ、うん、まあまあ、ね、肖像権の問題とかいろいろあるのかもしれないけど、許される限りでやっていけば、うん、そういうね、あの、うん、ところにこうコミットできるからね。そうですね、うん、だからまあ本当にちょっとあのね、今年中になんか一つちっちゃな大会でもいいので、うん、なんかコミットできればいいね。そうですね、と思いますよ、ね、うん、だからその中から、はい、まあ、あの強いね、後々オリンピックの選手が出てくれると、うん、もうその時にはあれは俺が育てたんだって言えるから。でもそれこそその昔の映像ってなかなか残ってないじゃないですか、うん、だからその前に白井健三選手がそのテレビに見てた時に携帯の動画とかをこう見せてるところとかがあって、うんうん、あったわけじゃないですか、うん、それがそういうこういうちっちゃい大会でもしっかりとした動画で撮れているものがあれば、うんうん、本当に後々貴重な資料となって残っていきますよね、うんうんうん、それでね、うん、あのまあ、まあ、本当自転車の愚痴ばっかり言って申し訳ないけどね、あの過去の歴史を大事にしない競技は絶対未来はない、うん、これなぜかっていうと、あのロードレースでね、先々週ぐらいかな、あのね、俺たちより2世代上ぐらいのかなり有名な選手がね、うん、まあまあもう結構お年だったんだけど亡くなったのよ、うん、でその方は俺たちはもうあのあれなんだよ、その後選手を引退されて自転車のショップを開いていて、うん、そこでいろんな人に自転車の乗り方を教えてるっていう情報は知ってたんだけど、その選手の強い時の情報をほとんど知らないのよ、うん、それで亡くなったら普通さ、あのこの選手はこういう選手でその時はライバルがこんな風に言ってってわかるじゃない。うん、一切わからないの。へえ。一切その記録もそういう記事も出ないのよ。はあ。そんな競技に。なんでだろう。いや、残してないんだよ、誰も。へえ。なんで残さないんでしょうね。だろう。記録ぐらいは残ってますよね、普通は。だろう。で、うん、俺がちょうど自転車に関わった10年前、だから10年ちょっと前ぐらいに、それじゃまずいと。うんうんうん、だからもうね、お願いだから、その、何？そこを残さないと、うん、スポーツとして意味がないんだっていうのをずっと言い続けたのよ。うん、
うんうん、それで4年前からぐらいだよ、オフィシャルで残り始めたの。その最近の話なんですか。そうだよ。はあ、一切ないんだから。そんな競技なんだろそれ。だろ、そすごいだろ、びっくりするだろ。そんな競技に未来があるわけねえじゃんって思うじゃん。はあ、で体操はだからそういう意味ではあのあれあのあれ買ったじゃない、体操誌みたいな本、うん、はいはいはい、あれが残ってる意味とかすごいでかいんだよ。まあね、本当にね、大昔のやつからありますからね。で、自分たちの失敗談から全部あれ残してるじゃん。うん、で、どうもあれ読むと、編集の段階で残せるギリギリのタイミングだったって書いてあったよね、確か。冒頭にあれを編集するのもかなり苦労したと。うん、だから昔の選手たちに話を聞いて、もう本当に高齢の方から聞いて、ようやくあれ一冊、うん、まああれももう体操協会でいうと10年とかそれぐらい前の本だけど、うん、あれが残ってるってすごい意味大きいの。だから過去の失敗から成功から全部あるから、要は同じ鉄を踏む、うん、踏まないようにしようっていうのが人間の心理じゃん、うんうん、同じ失敗はやっちゃいけないなって思うのが人間の心理だから、それをしっかり対協会のオフィシャルの歴史として残せる協会って多分そう多くはないよ、正直。ああ。まあでもそうなのかな。うん。うん。だから年末やったああいう時にこういう本があってって出てくるじゃん。うん。それがすごいことなんだよ、本当に。そうなのか。ああ。だからそういう意味でもあの本は衝撃俺受けて。はあ、だからすぐ自転車界のお偉いさんに、なんでそういう本出さねえんだって何人かにプレッシャーはかけたんだけど、だから亡くなった時何にも残らないわけよ、有名なそんだけ立派な選手なのに。へえ、なんかもったいないですね。だろう、ねえ、うん、その選手がその時に超ドマイナーな競技で日本で何を残そうとしてたのかって、うん、その思いを残さねえと、うんうん、次につながんないだろうと。うん、だからそれこそ今日話したように内村航平が美しい体操にもこだわるから、その思いを次が継ごうとするじゃん、うんうん、それを承知で超えようとするじゃん、うんうん、これ、いやそれこそ内村航平選手も、うん、その富田さんのだよね、アテネを見て、うんうん、富田さんだったり米田さんの体操を見て、うん、こういう体操がしたいとオリンピックで金メダルを取りたいと思ったわけで、うんうん、やっぱりそういう引き継がれていく思いだよね、うん、だから富田さんは富田さんで誰かの体操を見て、うん、そうであるべきだって思ったんだろうし、そうですよね、多分ね、そこにまあ俺が今までやった中でそうあの、ね、体操のこれ番組やらせてもらって漠然と思ったのが、多分そこに体操の強さがあるような気がすんのよ、うん、でその思いっていうのを多分その小さな体操クラブからいろんなところが共有できてるんじゃないかって気がする、うん、ああそうか、教えるコーチの先生とか、そう運営してる方とかの意識の中にちょっとやっぱりどっかあって、それがこう限界でも例えば言葉に出さなくてもなんか伝わったりとかしてるってこと、そう体操協会がなんかお達しを出すまでもなく、うん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 、日本の体操ってこうだよねってみんなが共有できるっていう一つのビジョンがやっぱり体操の刻んできた歴史なのよ多分、うん、ああそうかもしれないですね、これが多分強さのベースにあるはずなんだよ、うん、そうやって考えるとやっぱり古くから戦ってきてるから、うん、やっぱそういう意味では体操ってすごいんだよ、うん、そうか、うん、日本の財産なわけですよ、うん、だからどうせ俺たちの労力使うなら、うん、そっちに使いてえよって思ってもいいじゃん。そうです。そんな、ねえ、そんだろう、そんな初めてあれした時にいくらくれるって言われるところより、そういうとこで俺やりたいわ、気持ちよくって思ってんだよ。そうですね。そうなんだよ。ね、うん。じゃあ、なんだろう。まあ、試合だけじゃなくて、なんだろう、体操クラブとかの、なんだろう、なんじゃ、ちょっとあの特集会のあの、フェイスブックとかでたまに出てくるんですけど、うんうん、あの、地元の人たちを招いた、なんか、地元の人向けの演技会とかなんかあったりするんですよ、ね。いいね、いい、ああ、そういうのあるんだ、いいね。うん、だからそういうのでもいいですよ。うん、全然いいよ。
うん、だからどっか の地方の体操クラブのなんかちょっとこう演技会とか市議会とかそんなんでもいいから全然、ね、そうそう全然いいと思う。だって特集会が地元に根ざしてそういうことやってるってなかなか伝わらないじゃん、うん、そうなんですよね、うん、ねえ、でその体操クラブと地域っていうのがどうその共存しているのかってことも、うん、なかなかわからないじゃん。でもその中から確実に選手は出てくるわけで、そうですよね。ね、でそれがね強く根ざしているところはさっき言ったように、うん、若いちっちゃいうちに何人かやらせようとすると水泳と体操だって言うんだから、うんうん、多分そこに多分接点が出てくるんだと思うんだよ。ああそうか、うん、その一歩を生中継することはもう喜んでやりますよ、うん、ただでもやるよ本当にそうですね、うん、全然やるよ俺は、うん、その方がよっぽどまあ100倍マシだって思うもんなので本当に今年はどっかでそういうチャンスを頑張ってちょっと作りたいね。そうですね、ちょっとなんかね、うん、やりたいですね、うん、でしっかりね残して次につなげるって作業ができればというふうに思いますね、うんはい、はい、ということでもう本当愚痴めいて申し訳ありませんが、うん、明日は大喧嘩してきますんで俺をなめんなよと、一地方のおっさんと思うなと思うね。ギャグンとやつやるので、はい。はい、まあ、じゃあ次回はその結果も含めて。その結果も含めて、どうなったのかということで、はい。はい。いきたいと思いますね。はい。はい。じゃあ、そんなところでお届けしました、うん、ジムナスティックスニュースレジオショーでした。うん、お届けしたのは太郎健と、チアルと、BJ でした。